여러분안녕하세요류가염입니다はい、今回はですね、韓国にいるんですけど、今日が最終日ということで、朝ごはんっていうか、朝に、このコンビニで1万ウォンを使ってきました。ほっ！今回このね、大量のお菓子とか朝ごはん的なものたちを食べていきます。では、韓国！で、紹介していくと、このスヌーピーのコーヒー、めっちゃ可愛くないこれ。多分これ1500円ウォンぐらい。だから150円ぐらい、多分ね。で、これも多分1200円とかかな、わかんないけど、ドラえもんのやつでしょ。とこれヨーグルト、これちょっとわかんない。これペペロでね、合ってるね。これもわかんない。まあでも、まあ、計算してやったから、この方可愛くない、わかんないけど、チョコでヨーグルト、これにちょっと日本もあるかもしれないけど、可愛いから。あとこれ卵どうなるのって感じですけど、食べていきます。あとこれなんか怖い、可愛い感じのやつ、なんかつむつむのお菓子があるのかな、サプライズって書いてあるから、食べていきます。もうさっきお風呂入った、朝お風呂入ったので、めっちゃ喉乾いたので、これ飲んでいきます。一気開けます。いただきます。じゃあ僕すみんな、あーコーヒー、うん、まい。次です。あ、これ食べたい、ペペロ。あ、一袋だけなんだ、知らなかった。あ、これつぶつぶついてる系のやつ。うん、うまい。で、めっちゃそのインスタとかでも DM で来たんですけど、このホテルの名前どこですかってめっちゃ来るんですけど、名前はホテルジオレ、うん、ホテルジオレみたいなところです。これめっちゃ窓でかいから超可愛かった。うん、おすすめです。うまっ。で、僕ほぼ人生初の韓国っていうか、小学5年生の時に行ったんですけど、その時はそんな韓国に興味なかったので、あんま記憶に残ってないんですけど、本当に今回初めてほぼ行って、最初に空港着いた時に、あ、やばい、全部韓国語だと思って、当たり前なんですけど、やばい、どこと思って、めっちゃテンパりました。うん、難くない普通に。あと日本です。では次にこちら、プリン、ヨーグルトっぽいやつ、うん、なんかフレーク的な、食べていきます。で、これはもう最初の日の時に違う味を食べたんですけど、それめっちゃうまかったから期待大です。これは合ってんのかな、これ降りるのは僕だけ。てか韓国超楽しかった本当超楽しかった、普通に。うん、もうマジで友達は1週間ぐらいいるんだけど、僕は4日なんだけど、行きたいところ全部行けた。うん、うまっ。あれ、そう、これも買ったの、この服。あ、やばい、見ちゃった。購入品も紹介、この前の動画か後か分かんないけど、購入品も紹介するので、よかったら見てください。めっちゃ買いました、僕本当に。分かんない、でもさ、旅行ってさ、あー、いっぱい買ったと思って家帰ってさ、なんていうの、開けるの楽しいじゃん。でも、あれ、これだけだっけみたいな、あるよね、こういうの。完食です。これも分かった、これ、うん、次はこれ行ってみる、います、次これ行きます。これ何なんだろうね、怖っ。でもこれ今じゃ全部食べない気がする。でも正直もうすぐ3時35分とか、電車じゃないわ、飛行機だから。あ、
僕はグミ大好きなんで、本当に僕本当にグミ大好きなんで、もう僕の、うん、分かってるでしょうね。あ、うまい。うん、あの味はあれだわ、あの友達がグアムかハワイに行った時にもらうあのハンバーガーのグミのお土産みたいな味、うん、うまいやつ、うまいやつ、うん、まあ、結構あの海外味、海外の味、うまっ。これはあのまあ飛行機の前、あの乗る前に絶対食べるんで安心してください。絶対捨てたりしないんで、はい、大丈夫。君買った、君買った、何これ、食べました。手洗います。次はこちらです。プリーン、このなんか楽しそうなやつで食べていきます。僕あの知ってない、知らない方も多いかもしれない、知れないんですけど、高1の時にめっちゃミッキー大好きだったんです。どうでもいいかもしれないんですけど、そこ見て、トイとスプーンが入ってる。え、絶対これうまいよ、これ。ほら、なんかチョコ、あー、ちょうどいいチョコの硬さ、最高。これ何これ、やば、わーお、うまっ。うん、これも海外のチョコ海外のチョコ大好き、本当に。どうやって作っとんねんみたいな味で大好き。何が入ってんだろう。いきます、開きます、いくよ。あ、ロッツォだ、かわいい。あ、すごい、分かってるね、知らんけど。なんか日本のさ、チョコエッグってさ、あれあるじゃん、あの台座、正直別にいらんくない台座。あ、こういう系はいらないけどさ、フィギュアとかいるかもしれないけど、こういう系大豆とかいらんじゃん。いいね、分かってるね。CM 誰、待って、これなんかすごいなんか謎メンツじゃない、ミニーちゃんおらんし、ミッキー、ドナルド、ロッツォ、ベイマックス、オラフ、ティンカーベル、デイジー、なんかエイリアン、リトルグリーメン、どういうメンツ分かんないけど、ツムツムスプライスコレクション、え、かわいい。え、なんかね、かわいいね、なんか、イエーイ。じゃ皆さん、この、ま、窓の景色見ますか。あったかい、あの、ハクヒートデック着ています。ちょっとすいません、なんか練習生っぽい格好で。イエーイ。あと太陽がかっこよくなってる、なんか我が島ハニーウェイ。このホテルマジで本当にシャワーとトイレはめっちゃ近いけど、このドアのおかげでもう成り立って、もうそんなこと言ったらあれだけど、あのこの窓が超最高じゃない、この大きい窓。なんかたまにさ、インスタグラム、あ、その僕韓国のインスタグラムを死ぬほど見てるんですけど、そのなんかどっかの海外行った時になんかその可愛いホテルで撮ってるじゃん、みんな。本当にそれをしたくて、うん、撮りました。僕のインスタよかったら見てください。腹筋の写真、僕ムキムキなんで載せてます、よかったら見てください。次、美容。多分これ日本であるよね、もうジャパニーズ、超ジャパニーズ。ちょっと後でこれさっぱり系なんで、先にこれさ有名だよね。そのなんか最近日本にもあるよね、お菓子これつけるやつ。違うっけ、これベイビーちゃん、赤ちゃんよ。どうやって開けんのこれ。あの僕は本で泊まってるんですけど、もうやばい、もう一生やってるよあの人たち、何やってるのって感じだけど、もう一生起きてるあの人たち。うん、本当にまあそれよさかもしれないけど、本当にすごかった。うん、あとあのマックの、韓国しか売ってないかもしれない、マックの回ってるポテトがめっちゃうまかった。本当に友達の部屋に行ってる時に、あの CM でなんかマックがなんか冬限定ないって言ってるみたいな、わかんないけど、でめっちゃ美味しそうで、多分これなんですけど、めっちゃうまかった。本当にもう今かわかんないけど、韓国来てる人は食べた方がいい。これ知ってるかな、みんな。これ当たり前の情報だったらごめんなさい、うん、めっちゃ僕テンション上がった、これうまって。うん、でもこれだとこれ一本で十分系ですと、これ。うん、これも友達にあげますね、これ。うん、もうあの正直言っちゃうと、もしこの動画を見てる僕の友達がいたら、あの言いたいんですけど、あの正直言っちゃうと、あの
お土産はありません。すいません。本当に夢中に、僕自分の夢中になっちゃって、うわーって言ってたらもう終わりです。これも買ったの、あ、見ないでください。食購入品やるんで、はい。この可愛いスヌーピーも完食です。これ超可愛いよね。スヌーピー。本当にさ、まあ、日本に邪魔つけるわけではないけどさ、もうこういう可愛いやつも出していいと思うなって思うけど、うん。まあ、いいけどね。まあ、日本も可愛いよ。可愛いけどね。まあ、可愛いけどね。でも、こういうなんか、本当に、おーって感じのやつも絶対、うん、本当にお願いします。ジャパン。次はこちらです。プリーン。ドラえもん。チョコエモンって分かんないけど。これ大好き、僕。これ昔ってか、あそこで飲んだ。鶴橋で飲んだ。これだけもう、ほら。これだけ可愛いもん。なんか。デブだな、これ。うん、チョコの飲み物は間違いないからね、ほんとに。うん。それな。うん。そう、ロッテワールド超楽しかった。うん。ロッテワールド正直、なんか友達と、なんか制服で写真撮るだけでもいいよね、みたいに言ってたんですけど、普通に超楽しかった。何も乗り物乗ってないけど、もう帰るのみたいな感じだったし、みんな。うん。また今度1日でロッテワールド行こうとか言ってたから、ロッテワールド超楽しい。ロッテワールドほんとに、本当に遊んだ一日やろうぞって感じの方がいいと思う、うん、制服だったらちょっときついかも、まあ、きつくないか、まあそれは多分全部僕の YouTube のビログにあると思うので見てください。あ、そう、めっちゃ、あとびっくりしたのが、友達があの韓国の踊るやつが好きなんですけど、バスキンかな、本でな、そこ行ったら本当にもう10人以上かな、それ言い過ぎかな、に気づいてくれて、僕にみたいな、ここ韓国だよと思って、アニョハセよと思って、やばかった。うん、あ、もう正直韓国で声かけられるとか思ってなかったから、めっちゃびっくりした、本当にと思って。はい、食べました。はい、というわけで韓国のコンビニで1万ウォン使ってみたんですけど、超楽しかった。普通にだって、その友達とかと行って買って、ベッドに置いてカシャって、なんかあと3日ありますとか、なんか、韓国やばい最高みたいな、そんなストーリーとかも撮ってみたらいかがでしょうか。すごく可愛かったです。はい、まあみんなも知ってると思うけど、うん、はい、というわけで今回は超美味しかったです。じゃあ皆さん、また会いましょうね。バイバーイ。やばい。